はい、神谷総平君。はい、参政党の神谷総平です。今年の4月の委員会で、私は日本経済の復調が確実となるまでは利上げはもう少し慎重に行うべきではないかというふうな要望を出しておりましたけれども、7月31日にですね、利上げが発表されましたということであります。日本経済の状況を見ますと、企業の経常利益は一見好調に見えますが、その主な要因は投入コストの低下と化製品価格の転嫁によるものであり、労働分配率は依然として上昇していません。さらに実質賃金に就業者数をかけた実質雇用者報酬は下がっていて、実質可処分所得も20年以上前の水準まで落ち込んでいるという状況です。こんな状況の中での日銀の利上げはですね、短期プライムレートや住宅ローンの変動金利の上昇を引き起こし、結果として消費の抑制や企業の賃金引き上げをですね、阻害する結果が高いというふうに私は感じています。こうしたことによって日本経済が再びデフレに逆戻りするリスクが高まるのではないかというふうに感じるんですけれども、今回ですね、この金利を引き上げた理由ということは総裁から何度もお聞きしているんですけれども、なぜ今のタイミングでやらなければいけないのか、あくまで議員などはですね、もっと早くやった方が良かったんじゃないかというような意見もありましたけれども、私はもう少しゆっくりではないか、いいんではないかというふうに思って、そこはまあ違うわけなんですけれども、でも総裁の取り組みておると、やはりこう早く上げなければいけないというふうなふうに感じておられるんではないかというふうに思うんですけれども、その辺をですね、もう国民の皆さんにももう少し分かりやすく簡易な言葉で説明いただきたいと思います。日本銀行上田総裁。いや、繰り返しになって恐縮でございますが、7月の会合で、利上げを、決定した背景ということですが、本当に繰り返しで恐縮ですが、経済物価が、7月にかけて、手に入りましたデータ情報から判断したところ、これまでの見通しにおおむね沿って推移しているということ、それから円安、そこまでの円安もあって輸入物価が再び上昇に転じている中で、物価の上振れリスクにも注意する必要があるという、2点に着目しまして、金融緩和の度合いを少し調整することが適切であるというふうに判断したところでございます。もちろんこうした金利の引き上げが、先ほどの小池委員と の質疑にもございましたが、市場金利やタンプラの上昇等を通じて貸し出し金利あるいは住宅金利ローンの一部に影響することはあり得ます。他方、預金金利等の利回りも上昇し、家計の所得にプラスになるようにもございます。その上で、こうした金利収支の変化だけでなくて、賃金がしっかりと上昇していることも合わせて、全体の経済の状況を評価する必要があるかと思います。我が国全体を、見てみますと、これも繰り返しで恐縮ですが、実質金利は大幅なマイナスが続いており、緩和的な金融環境は維持されていると思います。その上でどうして少し、金利を調整していくのかという点ですけれども、根本的な考え方としまして、物価の安定が、持続的安定的に維持されるということが経済の持続的な成長の基礎になるものだというふうに考えております。その、持続的安定的な実現を目指して適切な金融政策を行う中での、緩和度合いの調整であったということであります。それによって物価の安定、そしてそれをベースにする、経済の持続的な成長が、進むことが国民経済全体にメリットがあるというふうに考えてございます。神谷総平君。はい、ありがとうございます。理由は分かるんですけども、なぜなのかと、なぜ今なのかというところで、もう少しですね、経済やり賃金が
確実に幅があって国民が経済良くなってきたなと実感してからでいいんではないかというのが我が党の考え方であります。はい、引き続き慎重な姿勢で臨んでいただきたいと思っております。次にですね、政府が資産所得倍増というものを掲げてNISA や新NISA を推奨してきましたが、今回の株価の大暴落と外資による記録的な買い戻しで国民の資産は増えるどころか逆に外資に大きく奪われるような結果になっているのではないかというふうに考えています。このようなことを繰り返されますと国民の富はますます海外に流出してしまいまして今回の事態を大きな教訓として今後の政府の政策運営を教訓として今後の政府の政策運営に反映させる必要があるというふうに考えています。そうした思いを前提に総裁にまたお聞きしますが円高が進行すると外国人投資家が日本株を売却して結果として日経平均株価が下落するということは過去の事例からも十分に予測ができたことではないかというふうに思うんです。今回の円高は明らかに日銀の利上げもしくは利上げを進めることの意思表示が原因であり円高と日経平均の暴落には強い関係性があるというふうに私は考えています。日銀総裁は今回のような市場の反応をある程度予測をされていたのではないかというふうに思いますが利上げの方針の発表が円高と株価暴落を引き起こすリスクについてどのように評価されていたかお考えをお聞かせください。上田総裁。為替レートの変動要因決定要因は、いつも議論になりますようにさまざまなものがございます。その中で金融政策の影響も受けます内外の金利差が一つの要因重要な要因として指摘されてきております。また為替の変動は株価に影響を及ぼす要因の一つでもあるというふうに認識しております。その上で申し上げますとやはり8月入り後の株価や為替の大きな変動の背景には先ほど来出ておりますような米国の景気減速懸念の強まりそのまたベースに8月入り後に発表されたデータが予想比弱かったということがあったと思いますが、それを契機に世界的にドル安と株価の下落が進んだことがあると思います。で加えましてこれも今日議論がありましたような、ポジションの巻き戻しという要因も、追加的な、要素になった可能性があるとは見ております。もっとも今月中旬以降我が国の株価は、大きく下がった水準からは戻ってきております。先行きのアメリカ経済に関する過度に悲観的な見方が、後退したあるいは、我が国の企業の収益力が評価されたということもあるかと思います。いずれにせよ繰り返し申し上げてますが現在も、市場は、引き続きやや不安定な状況にある見ております。その動向そのものあるいはその経済物価への影響については、高い緊張感を持って注視してまいりたいと思っております。はい、神谷総平君。はい、ありがとうございます。リスクについてということをお聞きしたんですけども、利上げそのもののリスクはそれほど高くなかったけれども、アメリカの経済の発表が良くなかったので、そちらの方が主な要因であろうという回答に私は受け止めたんですけれども、先ほど大塚先生もおっしゃってましたけれども、また同じような状況になることがあると思いますので、その時にですね、また暴落したというようになるとまずいので、ぜひですね、そのリスクをちょっと、今までよりも少し大きめに考慮していただいて政策決定していただきたいというふうに思います。続いて、鈴木大臣にお聞きします。岸田総理はですね、総理就任時に掲げた所得倍増という目標をですね、いつの間にか資産所得倍増というものにすり替えておられまして、国民に投資を促してこられたというふうに思います。しかし私は所得倍増ではなくて、資産所得倍増を目指すということは貧富の格差を広げることにつながるのではないかというふうに考えています。実際今回の株価の暴落の際もですね、投資経験が浅くて資金の少ない人は値下がりを恐れて株式を売却せざるを得なかった方が多いんではないかと思っています。一方で投資経験が豊富で資金に余裕がある方ですね、お金がある方は逆に安価に株が下がったところを狙って購入したという傾向が強いと思います。こういった形でですね、どんどん投資が広がるんだけれども、素人が入っていくと、かえってですね、格差が拡大していくような状況が生まれるのではないかと思うんですけれども、その点に対しての大臣のお考えと、もし問題があるというふうにお考えであれば、その対策をどのように考えているのかお聞かせください。
はい、鈴木大臣。今月初めに株価が急変動した際の状況につきまして、大手証券会社へのヒアリングを行ったところでありますが、それによりますと、NISA 口座の利用者全体では、買い付け金額が売り付け金額を上回っており、売り付け一方方向の状況にはなかったと認識をしています。個別に見れば、ご指摘のとおり、株価の急変動に動揺して、NISA で投資していた株式等を売却された方もおられると、そのことも認識はいたしております。NISA を利用するにあたりましては、長期積立分散投資の特徴でありますとか、重要性を認識し、市場が変動する際にも冷静にご判断いただくことが重要と考えています。金融庁ではかねてより、金融機関に対し、NISA 口座を利用する顧客について、長期積立分散投資の意義や投資リスクのについての周知でありますとか、顧客本位の業務運営に基づいた丁寧な説明や販売後のフォローアップなどの対応を求めてきたところでありまして、今回の株価の急変動にあたりましても、 JFLEC や金融機関から改めて長期積立分散投資の重要性等について周知説明が行われたところであります。金融庁では、株価が急落した翌日の8月6日にも改めて金融機関に対しまして、顧客への丁寧な情報発信や説明を行うよう求めたところであります。国民の皆さんが安定的な資産形成を進められるよう、引き続き長期積立分散投資の意義を発信するとともに、金融機関に対して特に市場の急変時における丁寧な顧客対応を求めてまいります。はい、神谷総平君。はい、ご回答ありがとうございます。試験なんですけども、私、今回の株価の大暴落の一つの要因は、岸田総理がですね、インベストイン岸田というのを、イギリスかどこかで演説されていた、演説されたことから始まっているんじゃないかなというふうに思います。日本は、先ほども円キャリートレードの話ありましたけれども、金利が安くて資金調達簡単でしたから、外国の機関投資家は日本の株をたくさん買ったということですね。彼らの株式保有率は全体の 30% ですけれども、取引全体の7割がですね、外国人が今行っているというのが日本の株式市場です。こういった市場で外国人の投資家が利益を確定させようと思うと、必ず誰かに株を売らないといけないですね。安く買って売らないといけないと。でそれを買わされたのが今回日本人の個人投資家だったんじゃないかというふうに、これ正確な数字出てませんので懸念としか言いようがありませんが、実際に一つの数字見ると、新NISAなんかはですね、今年の1月から4月ぐらいまで毎月1兆円ぐらいですね、資金を集めていたという報道もありました。そのうちの多くの金額が日本株にも投資されたと思います。でその結果、7月の11日にはですね、日経平均が史上最高値を更新で、31日に日銀が利上げを発表と。でアメリカがその数日後、8月の1日2日に雇用統計などで失業率の悪化を発表して、でそれが9月に FRB が利下げをするんじゃないかというふうな憶測につながって、急激な円高となって、外国人はこぞとばかりに日本株を売って利益を確定する。その結果、8月5日に日経平均が歴史的な暴落をし、で翌日には暴落した株がバーゲンセールのような状態になって、外資がまた記録的な買い戻しを行ったと。で特に、社名を挙げますと、ブラックロックなどはですね、ブラックロックなどの大手外資系のファンドはですね、日本の主要会社の株を大量に買い占めてまして、もう8月5日にですね、大量保有報告書というものを報告しないといけないんで、そういうのを出してますから、そういう事実があります。要するにですね、実質的なこう経済内需拡大でやっていくやり方じゃなくて、こう外国資本を活用して金融でこう日本経済を活性化しようという総理のですね、方針自体に誤りがあったのではないかと、やりすぎたんじゃないかというふうに感じられるわけですね。でそれによってですね、また外資にですね、多くの資産を持っていかれたのではないかというふうに感じてしまいます。この委員会で私はですね、そういったことを常々訴えてきたので、これからいろんな形でまた外資を入れていくという話あると思うんですけども、それがありますとですね、進むと
やればやるほど日本の経済的な主権が奪われるような感覚を持ってますので、ぜひですね、今回の株式の下落をきっかけに、ちょっと金融担当者の方々に認識を変えていただいて、もう少しですね、国民に市場の説明とかですね、あと規制をきちっと作って外資に持ってかれないようなルール設計をお願いしたいということを要望して、時間が来ましたので質問を終わりたいと思います。